この時間はヴィッセル神戸対京都サンガ FC、 こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。さあ北澤さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょうか。山口蛍ですね。豊富な運動量で幅広くピッチをカバーしてくれるボールダッシュ力に優れた選手ですよね。精度の高いパスも繰り出しますし、攻撃面での能力も高いですよね。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。神戸のキックオフでスタートです。ヴィッセル神戸対京都サンガ FC、サイドをご紹介しましょう。右にエンドを取るのは京都、左側が神戸。武田、金子、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。武田、佐々木、さあカウンターのチャンスになります。抜いた、1対1対1だがシュート、ヴィッセル先制。いやいや、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないと、こういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあ神戸、早くも1点先制と幸先いいですね。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。ちょっと小さい、大きく縦へカウンターを仕掛けていきます。裏のスペースを狙う、ここはキーパー処理しました。福田、パスをつなぎます。縦へのボール、山口、ここは競り勝ちます。酒井、長いボール縦へ。さあカウンターを仕掛けます。スペースを狙う、シュート、いや、いい反応でしたね北澤さん。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。神戸、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。さあどうだ、頭、わあ、下、同点、京都、ここでスコアをフラットに。いいですね、流れ来てますよね。コーナーから頭でしっかり決めました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはこれで今日のゲーム面白くなってきました。京都、大点に持ち込みました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、武藤、
裏を狙う、サカに渡る、さあ上がる、打つ、このヘッド報われませんでした。最後崩されましたよね、突破されて中央守りきれてないですよね。今の決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。キーパーからのロングフィード、組み立てながら攻め上がっていく、チェックを受けますが動じません。さあ来たか、長いボールを送ります。カウンターを仕掛けます。どうだ、これいいでしょ、抜けた、シュート、来た、勝ち越し、ヴィッセル、いやー素晴らしい。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているんで非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備アップのカウンターっていうのは選手たちに浸透してますからね。今日2点目のゴールです。神戸、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。大きく縦へ、緩く狙ったボール、神戸ここクリアで難を逃れます。井出、井出へ、さあここでカウンター、初瀬、このボールはカットされます。サイドを縦に走らせます。さあカウンタースピードを上げたいところ、これはつながりませんでした。このボールに触ります。武田、金子、松田へ、武田抜けてくる、クロスを選択、神戸あわやというシーンでしたがここはしのぎます。丁寧に足元を使う、どうだクロス、あ、止めた、素晴らしいポジショニングでした。まあサイドをねうまく使った攻撃。ファーストハーフ終了の声です。両チーム動きのある前半でした。前半を終え2対1。しかし北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりました。いや盛り上がりましたね。ですが今2-1ですから、次の1点が重要になってきますよ。どちらが決めるかで状況が大きく変わってきますからね。神戸としては特にチームとしてのいい部分が出てましたよね。後半もさらに仕掛けてくるでしょうね。ヴィッセル神戸対京都サンガ FC、 神戸が2-1でリード、前半を折り返します。さあ後半、浅田、京都が最終ラインまでボールを下げる、福田、長いボール縦へ、もういいですね、スルーパスだ、どうだシュート、いや一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。いや今ね長いパスが通ってチャンスかなと思ったんですけどもね。コーナーキックです。ここで受けてチャンスを演出できるか、金子、松田、今日ワンアシストです。武藤対応します。さあ一気にカウンター、ここでファウルがありました。
く狙ったボール。福田、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。このパスが、シュート防いだ。素晴らしい反応でした。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。好セーブを見せました。コーナーキックのチャンスになります。さあどうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。京都はかなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスに備えているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけどね、その逆は失点やファウルのリスクが高まるピンチのシーンがほとんどですからね、とにかく裏に抜け出されないようなポジショニングを心がけるような指示があったんですよね。ポジションが全てというところですね。そうですね。武田、ここは通しません。サイドを使います。荻原、ロングフィードで狙う。ここはカットします。松田、武田、裏のスペースを狙う。酒井、ここはカットします。荻原、縦へのボール。武藤、ふわっとしたボール。このパスはキーパーへ。松田、もう一つ前に行きたい。武田、さあどうする、チャンスを演出できるか。仕掛けるか。さあどうする、シュート。京都同点のチャンスでしたが決まりませんでした。いや、気持ち焦ってるかもしれませんね。完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。両チームともメンバー交代があるようです。キーパーから前線へ。縦へ送る。ここはカットします。さあカウンターのチャンスになります。山口、裏へ届くか。荻原、初瀬、一旦前を取る。寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。上げる、中央へ、ちょっと触る。神戸としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。さあカウンターのチャンスになります。スルーパスを出す。いいボールだ。さあどうだ。さあ最後上げてくるか。どうだ、起きましたよ。どうする、ミドル、これはよく止めました。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。上です。2対1、神戸勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。さあいかがでしたか。いや、派手なゲーム展開でしたね。1点取られたら2点取り返してやろうっていうようなサッカーをお互いがやり続けてましたから、またこういう試合を見たいですね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。神戸が2対1、接戦をものにしています。